追い玉野川は、山形県長井市を流れる一級河川。もがみ川の支流である。最上川水系の主要な支流の一つである。延長は 22.65km、流域面積は約130平方キロメートルに及ぶ。番台浅日国立公園に指定されている、浅日山地の最高峰、大浅日岳のやや南、平岩山の南面を水源とし、南へ流れる。 木地山ダムを経て、野川渓谷に至り、その後長井ダムへ流入する。長井ダムを通った後は東内市北東へ流路を変え、長井市街地を貫いて、長井市成田地内で最上川に合流する。流域の80%以上が山地で形成され、急勾配であることから、急流河川となっている。上流部の野川渓谷は清流、また紅葉の名所として、観光地にもなっている。 追玉野川による扇状地は、最上川、追玉白川と共に、長い盆地の一部を形成している。地質は、下流部を除きほとんどが、河口線緑岩である。地元では単に野川と呼ばれる場合もあるが、山形県内には他にも東主に、野川と呼ばれるがあり、その他県外にも、同名の河川が多数存在するため、主として、追玉野川と呼ばれている。 関野ダム、基地山ダム、長井ダム、急旬な地形であることから洪水が多く、近世中期以降だけでも1757年から1860年までに5度の大規模な洪水が発生している。1769年の大洪水の後には、では、越後両国による堤防工事が行われた記録がある。昭和に入っても1967年の上越豪雨など洪水による、 大きな被害が発生した。反対に日照りになれば、渇水に陥ってしまうという川境係数の高い河川であった。一方で古くから沿岸の農業用水として利用されており、一の関と呼ばれる栃木関、二の石と呼ばれる旧の元関など、四か所の固定関が建設され、沿岸の農地に農業用水を供給していた。戦後に入り、山形県により治水、灌漑、 水力発電などを目的とした野川総合開発事業が発足。これにより多目的ダムとしてカンノダムが計画され1952年に着工した。しかしカンノダム建設中の1953年に集中豪雨による洪水が発生。カンノダム単体での治水能力に不安が生じた上、 農地面積の拡大による農業用水の不足も懸念されたため、さらに上流に木地山ダムを建設し、両社を併用することになった。その後1954年に関野ダムが、1961年に木地山ダムが完成した。また、関野ダム下流に野川第一発電所、木地山ダム下流に野川第二発電所が建設され、共に水力発電を担った。 しかし、その後も1967年の上津豪雨などによる洪水や周辺の人口増加に伴う水道需要の増大により新たなダム建設の必要が生じたため、1977年から予備調査が開始され、新たに長いダムの建設工事が始まった。準備工と用地取得、保証交渉の終了後、2000年より本体工事が開始され、 2011年3月に完成した。長江ダムの完成により、関のダムは長江ダム内に水没することとなった。野川第二発電所模様地が水没対象となったため、従来より上流に移設された。また長江ダムの完成に合わせて新野川第一発電所が建設され、2010年6月から運用が開始されている。上流より、 奇載上流より記載長いってどんな町長井市の資料による最上川電子大辞典、大玉野川山形河川国道事務所、村山電気水道事務所管内の発電所、野川第二発電所山形県企業局、長井・野川学び館採用分学習や、観光の活用を探る山形新聞。ありがとうございます。